とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、この剣の塔の極を、陣平一人で行きます。今日は、ワイルドボーイを使っていこうと思います。まあ、ちなみに、行く装備ですけども、これですね。まあ、いつも通り、クラリネット使っております。で、花子さんを召喚して、防具を、もうカッチカチですね。防御力を極上げした、装備になってますね。で、ワイルドボーイ。必殺技はこれです。ワイルドアクトを3つ。そして、黄昏打ちを1つですね。まあ、雑魚戦がなければ全部ワイルドアクトでいいんですけども、まあ、雑魚戦があるので、1つ。乱れ打ち入れております。はい、では早速極に行きます。では行きましょう。ワイルドボーイはね、あの火力あるんだけども、こう雑魚戦にはねあんまり向いてないんですよね。あんまり向いてない。まとめて倒すことがちょっと難しいので、これでねあんまりねこういうところでは使いたくはないんですけども、まあ乱れ打ちをね、そうね、黄昏乱れ打ちを3つぐらい入れてくればちょっとはマシかな。でもこれね、ほんと直線だけしか攻撃できないので、位置取りがねちょっと考えながらやらなきゃいけないんですよね。そこが難しい。お、バーサーカーモード、いいですね。あれは結構使えると俺は思ってるんだけどね。よいしょ。たそがれ乱れ打ちじゃなくて、このワイルドアクトがね、もうちょっと全体に当たる感じだったらいいんだけども、まあまあ、でもこれは本当にね、1対1ですごく威力を発揮するので、いいんですけどね。本当にボス専用の必殺技みたいな感じで、いいんだよ。よし。いい感じにまとめて倒せつつ、このまとめて倒すね、この伏線をね考えるっていうのもこのワイルドボーイの醍醐味でもありますよ。うん、本当にね難しい。敵をそこまで誘導していい感じにするっていうのが難しいですね。でもまあできた時は気持ちいい。あら、いくぞ。あ、これでね、ギリギリでしてこうポーズを取りながら行くっていうのもなかなか一つの楽しみであります。と、あ、おっしゃ、わあ、しゃ、いや別にポーズ取ったからどうってことないんだけども、まあ、ただただこれ上にね上がっていくだけじゃ面白みがないんで、ああ取れなかった。こういう風に遊んでみてはいかがでしょうか。はい、あ、そうか、変身一回一回か、めんどくさいな。まあいいや、とりあえずこのままボス直行します。はい、来た来た来た、ボスですね。いや道中良かったよ。あの闇キュービのメダル入手できましたね。あれ欲しかったんで嬉しいな。うん、でワイルドボーイはやっぱボス戦になると強いよ。ボス戦は任せて、このワイルドアクトのダメージがすごいから。ああ、これクリティカルが出た時のダメージがすごいんですよ。一発6000とか7000ぐらいのダメージを10発いくんで、かなりのダメージ、与えることができます。うん、まあまあどのキャラでもね結構与える時はあるんだけども、まあ、その中でも結構上位じゃないかな、ワイルドボーイの必殺技っていうのは。うん、まあこのかなりね近距離で打たなきゃ当たらないんですけどね、全部はもう密着状態で10発全部を当ててしまうとかなり美味しいので、いいよね、これは結構好き。じゃあ隙が少ないっていうのもいいよね。ただ雑魚戦は苦手雑魚戦は苦手。うん、ボスと1対1で戦うときはもう大得意なんだけどね。場所を選ぶヒーローだわな。はい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 、
キャンセルできるか。ワイルドアクト3発ぐらいで、おお、いや、いけなかった。いけると思ったんだけどな。じゃあ、でもまあここら辺のボスだったら全然余裕だね。もう余裕余裕。トン、チャージ攻撃で避けるというそういうちょっと小技を入れてみた。 OK。 あ、嘘、あ、モモ吐き出すのね。はいはいはい。あれ、モモが出てきてない。まあいいか、モモは今回は飲み込んでなかったんでしょうね。はい、もう一回避けよう。よいしょ。あ、避けれてなかった。いやでも音符が出たからな、避けれてはいたんだろうけど。あ、いたー、痛い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 。よし、じゃあ次の。あべ、あー、食らっちゃった。あれ食らうとまずいんだよね、遅くなるから。オッケー、戻った。よっしゃ、超ダメージ、すごい。ワイルドアクトはやっぱ最高ですね。で、なんか、え、なんか出たな。レジェンダリーの何かが出たっぽいけど、あ、イーターレイピアか。まあソロで来てるんで、うん、レベルは低いでしょう。500ぐらいのやつじゃないですか。で、美味しいね、やっぱり美味しい。ガシャコイン。そして今ね、ほんと剣の遺構をね、結構欲しいんですよ。20個ぐらいはこれ欲しいので、まあ回らなきゃいけませんね。はいはい、ということで今日は剣の塔の極をソロでやってみました。まあ特に攻略もなく簡単にいけると思います。うん、まあ敵が隙を見せた時にガーッとダメージを与えるっていうのが、まあ一番いいんじゃないですか。うん、まあ戦いやすいボスだと思います。はい、ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。